し。さて、だいぶ作業をしてですね、まずここのね、下のタイル張りを広げて、この一帯をタイルにしました。そういうのと、あと牛がちょっと増えすぎてしまって、すごいことになってますけど、あのね、PS3 版とか Xbox 版では、頭数に限りがあるんですけど、PC 版だとすごいですね、このすし詰め状態が。これもね、後でステーキハウスみたいなのを作ろうかなと思ってるんで、まあここまで増やす必要はなかったんですけれども、もうこれで当分食料の問題はないですね。ということで、ここ一体、ここに山があったんですけど、これ全部切り崩して、ちょっと拡張しました。もうあまりに牛が増えすぎてしまったんだよね。で、うちなんですが、ここまでしかなかったんですよ。ね。がちょっと上に伸ばしてですね、ちょっとなんか形がもうちょっとロッジ風にしようかなと思ったら、なんかロフト付きの家みたいになって、ここが空洞で何もないんですけれども、よいしょ、前ベッドがあったところにエンチャントルームを作ってですね、まだ何もギミックは入れてないんですけど、ただ置いただけです。で、2階にベッドを置いて、まあちょっと寂しいですけど今は、上はガラス張りになって、一応、まあ、すっきりした感じになってます。あとで装飾しようかなと思ってるんで、家はとりあえず完成しました。あとはそうですね、レベルが38になってしまったので、そろそろ、そうですね、これちょうどいいからやってみましょうか。よいしょ。ちゅうことでですよ、何が出るかな。ダイヤのツルハチレベル30、耐久力3、効率強化4。英語でやった方が分かりやすいですね、私にとっては。まあしょうがないですね。あれが幸運が欲しかったんですけど、まあそんなにあれも言ってられないんでね。レベル、ちょっと剣のレベル上げとこっか。あとレベル9、レベル8あるね。虫特攻がついた、いらね。レベル1でエンチャントもできるようにしたいですね、今後。よいしょ。今ちょっともったいないことをしましたが、これもいらない。 OK。 さて、牛の頭数をねちょっと減らしまして、あれだけの人数じゃなくて頭数がいるとね、ちょっと押し込めるの大変なので、少しご飯になってもらいました、ご飯足しに。で、ここのね、床をタイル張りにして、芝生とね、この砂のジグザグになっております。でちょっと、ね、大量にねあれが必要だったんで、4つに4倍にもしましたし、後ろ側にサトウキビのね簡易農場も、どこで紹介するか分かんないので一応紹介しておきます。ね、サトウキビの簡易農場を作って、もう手動です。もう何にもこだわってもいない、ただ取ってつけたような農場はあります。で、あとはですね、ここの、にステーキハウスもう真ん中に建てるつもりなので、ちょっと基盤だけね、ここら辺に建てるっていうのだけ決めて、もうやったらね、勝手にもう吸い込まれていくように牛さんが入っていますね。ちょっとあんた入っちゃダメ、入っちゃダメ、入っちゃダメ。で、予定としてはですよ、さて、今ね、クリエイティブ、私のね、パソコン版のクリエイティブモードに来てます。後ろの方にいろんなもの立ってますよね。マインクラフトとかなんかぐるぐる動いてて。あそこにね、ちょっとただいま、ストレージシステム、そのね、倉庫システムをちょっと考えております。現状。もうちょっとできそうなので、動画の中でご紹介できるかなと思いますが、今回作るのはステーキハウスということで、ちょっと形になったので、サバイバルで作る前にどういう風にしてね、機能してるのかっていうのをざっくばらんに解説していきたいと思います。もうちょっとコンパクトにできると思うんですけれども、形をね、正面から見た時の形をちょっと整えたため、高さがちょっと高くなっちゃいましたけれども、これはしょうがないということ。もうちょっとコンパクトにできるかもしれません。私のちょっと知識不足でね。だから面白いギミックをいくつか使ってるんで、そちらの方をご紹介していきたいと思います。こちらの方ね、ステーキハウスは残念ながら Xbox と PS3 で遊んでる方はまだ作っていただけません。使ってるねアイテムにホッパーがあるということと、もう一つはね、子牛と大人の牛の高さの違いを利用して分別するということを入れてます。なので、パソコン版のね、子牛は1ブロック未満なんですよ。なので1ブロックのスペースさえ空いてれば、なんていうのかな、くぐり抜けることができるんですね。パソコン版は、そうなんですよ。ただ Xbox 版とコンソール版はね、
格子も1ブロック以上の高さがあるためすり抜けられないんですよね。うん、具体的にご説明すると、今向こうこっち側の方でね、あの2段上のところに牛がいて、こっちにも牛がいますよね。向こうが親牛です。親、マザーですね。マザーたち、あの牛たちは死にもしませんし、あそこにずっと滞在し続けることになります。で、あの上から繁殖をすると、小麦を与えて、うん、で、それから子牛はね、そのちょっと今見にくいですけど、ガラスがはまってて、その横にね1ブロックのスペースが空いていて、子牛だけは下に落ちることができます。はい、下に落ちることができます。なので子牛はここで成長して、成長した牛をね牛って成長した牛をここで刈り取ると、まあ収穫するってことですね。で、収穫したものはホッパーっていうアイテムで、吸い出されて、このチェストにしまわれるというシステムです。収穫にはマグマのね、溶岩ブレードを利用するということと、今のままだとね、ちょっとね、しづらいんですよ、繁殖がね。なので、下に水を出すためのピストン、あ、じゃなくてディスペンサーを設置して、このボタンを押すと、牛さんたちがジャンプするおかげでね、簡単に繁殖ができますよと。で、ここにチェストが設置して、小麦が置いてあります。なので具体的に言うと、小麦出して、小麦を出してジャンプしてる羊さん、牛さんたちを繁殖してあげます。ちょっとくるくる回って、で、繁殖終わったら、ここをオフにするということで、できた子牛たちはみんな下に今いますよね。こう下まってますよね。ってことでですよ、上には親牛たちがたまって、下には、子牛たちがたまるというシステムになってます。ちょっと残念ながらね、ちょっとこの子牛側の繁殖の経験値がね、たまに取れないものが出てきてしまうというのが、まあ、ちょっとネックですけれども、システムとしてはちょっと分かりやすい図がね、ここにありますけれども、2段差を設けて、ここにブロックがあって、ここにマザーたちがたまって、上から繁殖して1ブロックのスペースが空いてるんで、子牛たちはそこをすり抜けて下に落ちるという単純なものです。はい。下に溜まった、牛さんたちが全部成長しきったら、このボタンを押すと後ろからマグマが出てきて、一瞬で出て、なんていうの、引っ込むため燃えて死ぬと。で、子牛さんたちはマグマには当たらないので、ここで死なないことになりますけど、親牛、大人の牛だけが死んで、ここにアイテムが溜まるという形になります。まあ、そこにね、ホッパーっていうものが仕掛けてあるんで、その上で死んだ、その上で落としたアイテムは全部吸い込まれて下のチェストにしまわれるという単純なシステムです。で、このね、ボタンのマグマを出して引っ込めるというね、この動作をするためにちょっと、まあ、今回そちらの方でね、回路を説明しようかなと思ってるんですけど、後ろはね、ちょっとまだ壁を設置してない、わかりやすいように壁設置してないんですが、まあそうですね、 1,2,3,4,5,6,7 マスの、スペースが必要になりました。これもうちょっとね、コンパクトにはできると思うんですけれども、まあ今回ちょっとこれどうするんだっけ、これちょっと待ってください、トグル、ダウンフォール OK ってことで、雪が降り始めちゃったんでちょっとやめました。よいしょ、 OK ってことでですよ、私のね、なんかクリエイティブはね、なんか一面雪景色で、これ設定間違えたんでしょうね、多分。どこまで行っても雪なんですよ雪の世界に設定したわけではないんですけど、なぜか知らないけど雪だらけということなんで、まあしょうがないですね。ちゅうことでですね、実際の回路のね、そちらのオンオフを切り替える設定を説明していきたいと思います。はい、一応ですね、このボタンと、今は緑のラインでこのディスペンサーね、まで1本ラインでつながってます。で、これを押すとマグマが出るんですけど、マグマ出っ放しになっちゃいますよね。そうするとね、アイテム、マグマの中で、牛さんが死ぬ関係上、アイテムがなくなっちゃうんですよね、マグマに焼かれて。なのでこれを引っ込めないとダメなんですよ。引っ込めないといけないってことは、ボタンを2回押さないとダメですよね、こうやってね。
ちゅうことはですよ、オンの信号が2つ必要なんですよね。オンがまずマグマを出して、もう1回オンの信号が来て、マグマを引っ込めると。でそのタイミングを調整すれば OK ということになるんですが、今回使う回路は、英語で言うとパルスショートナーというふうに言われます。パルスは信号なので信号を短くするという意味になりますけれども、こちらの方で見ていただくとですね、まずここに2つボタンが設置してあります。右側のボタンを押すと普通にピストンが動いて、伸びてしまわれると、オンオフっていうね、ゆっくりな感じですよね。オンオフと、あれオンオフということですね。今ちょっとバグかな。で、こちらのボタンを押すとどうなるかというと、リピーターが2つにピストンで上に砂が置いてありますよね。パルスはどういうふうに動くかというと、ボタンを押すと、このブロックが動力源となるので、隣にあるリピーターが信号をキャッチして次のブロックへ信号を送ります。で、今は砂があるのでリピーター、ブロック、リピーターという順序で、信号がブロックを通過して次のリピーターにね、吸い込まれます。で、つなげられた、信号がピストンまで行って、押して、下がるという形になるんですけれども、もう一つここにピストンがありますよね。このピストンはこのリピーターからパワーをもらってボタンを押すと上に上がります。つまりですよ、この上にある砂も押し上げてしまって、今まではリピーターブロック、リピーターと回路がつながっていたんですけれども、ピストンが上に上がることによって回路が遮断されるんですね。ということはオンだったものが、砂が上に上がることによって回路が遮断されてオフになります。なのでオン、オフというふうにね、素早く切り替えるということが可能になります。実際押してみますけど、今ちょっと遅延の度合いをねマックスにしましたが、そのリピーターを操作することによって、そのオン、オフ、オン、オフ、オンオフっていうふうにね、ちょっと早くしたり遅くしたりすることが可能になります。それを見ていただくとですね、ボタンを押すと、ボタン、こっちのボタンを押したときはオン、オフだったのに対してオン、オフとちょっと早くなりましたよね。でこのリピーターの遅延をちょっと薄くするとですよ、もうちょっと早くなりました。もっと薄くするとオン、オフと、で最大にするとどうなるか、最大というか最小にすると、早すぎてもピストンがもうブロックを捕まえられなくなりましたということになります。で、こちらの回路を使ってオンの信号を切り出しちゃおう、切り出しちゃおうとよく噛むな今日オンの信号をね切り出しちゃおうというのが、今回の目的でございます。ただね、今はオフだったものをボタンを押すとオンになって、またオフに、オフの信号を素早くね、オフの信号っていうのかな、オフに素早くするっていうものでしたけど、今回はオンの信号を素早く出したいので回路を逆転させなきゃいけないんですよね。つまりですよ、ボタンがあって今まではそのままリピーターにつなげてましたけど、回路を反転させなきゃいけないのでコンバートするって言うんですよね。まずトーチを置きます。でトーチの上にブロックを置いて、はい、で、もう一つブロックを置きます。このレッド、赤い羊毛が置いてあるところはリピーターが入るところです。このリピーターですね、はい。で、ここで回路が反転してて、レッドストーントーチがパワーを上のブロックにつなげます。上のブロックにつなげたのをリピーターでキャッチしてあげて、こちらの方に伸ばします。で向こうでお見せした通り、リピーター、リピーターというふうに置く形になるんですけれども、今は何もないので、この間にね、隙間にブロックがないので、ここで回路が遮断されてます。でそこに、ピストンを真ん中に置いてあげます。よいしょ。そうすると向こうとは違って、こっちはね、何もいじってなければオフの状態ですよね、ピストンは。今度は、ここでコンバートね、逆転させてるので、オンの状態をキープしています。ボタンを押すと、ピストンが下がるという形ですね。でその上にですよ、砂を置いてあげます。砂を置いてある。向こうは砂が持ち上げられて回路が遮断されるに対して、こちらは、ピストンが引っ込んで回路がつながるというふうに逆ですねになります、はい。で具体的に見てみるとですね、緑のラインがまず、このディスペンサーにパワーをつなげて溶岩が排出されます。
でちょっと遅れて、オンの信号が今ねピストンがオフになる形で、ピストンの上にある、砂が下がってきて、このオンの信号をちょびっと切り出してこのディスペンサーに伝えるという形になります。では見てみましょう。ボタンを押すとね、切れましたよね。はい。でこの、長さの間でマグマが出て引っ込んでと、マグマにちょっと当たっている親牛、あ、大人の牛たちがね燃えて、途中でマグマが引っ込むんでそのまま燃え続けて、死んだら下にあるあのホッパーがねアイテムを回収するという機構になっております。そうですね、これ作り方を説明してもいいんですけれども、動画の一番最後につけようかなと、うん、つけるとしてもね、もしかしたらつけなくて別な動画で説明するかもしれません。ということで、サバイバルで実際作っていきたいと思います。予定としてはさっきねスケルトン倒したらねくれたんですよ、金のブーツ、もう壊れる寸前の、なんでありがたく使わせてもらってます。ここに2マスだから、そうだね、ここに置けるね、よいしょ。でここにチェストを置いて、それでホッパーをもう実際作っていきますね。ホッパーをねここに設置しないといけないので、ここですね、はい。それでですよ、牛さんをねそこに収納するのが多分手間がかかると思うので、もう階段を設置して上に行きやすいようにしております。ということでここからカットカットでお送りする予定ですが、ちょっと牛さんちょっともうそこにはいないで、そこにはちょっと作業の邪魔なので、でここだよね、ここにディスペンサーをつけなければなりません。ちなみになんかハードディスクじゃなくて HD にしたら綺麗ですね、いろいろね、看板とかもなんかシャープさが増してますよねどうでもいいっちゃどうでもいいですけど、はい、 OK で看板2つ設置して、これで OK ね、はい。でホッパーも用意したから、あとガラスでここ貼っちゃいましょうかね、よいしょ。向こうクリエイティブの方ではね、あの木で作りましたけど、まあガラスでいいかな。このねレンガの石レンガにしたんですが、石レンガにちょっともうちょっと装飾しないと寂しいかもしれないですね。なんか嫌な音がするぞ。あそこでダメージを食らって走り回ってる人がいるぞ。じゃちょっと頑張って入れてみましょうか。ついてこい。これ来い、来いよお前ら、そこに入るんだ、どんどん入っていけ、そうだそうだそうだ、ここに押し込める、押し込める。壁を作ったんでね、これ以上先には進めないけど、あとその2マス幅に入れてしまえば私が入ることによって押されると、そういうシステム。さあ入っていけ、入るんだ、次はドイツだ、ダメか、入らないのか。さあいい隅かあるよ、はい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 、入った入った、はい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 、ストライクって感じストレートじゃなくておいいねいいねいいね、どんどん入って、どん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 入っていこう。何匹いるのかカウントした方がよかったかな。ほらほら、よしよしよし、私入っちゃうと最悪です、もう最悪ですよ多分ことですよこと OK OK、 どんどん入れて、どん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 入るんだ、どんどん、よいしょ、オッケー。これ時間かかると思ったけどそんなかかんないかな。結構素直に入ってくれてますね今のところ。下にまだいるのか何名か、多分ね 2,30 匹は余裕でいると思うので、ほら入れ入れ、俺が入ってどうすんだよ、はいはいはい。10分ぐらいかかった、よいしょ、全部押し込めたぞ、オッケー。ということでここの周りを囲んでるものをぶっ壊します。いやーでも予想してたよりかはそんな時間はかかんなかったですね。よし、多分階段とか準備してちゃんとやったのが聞きましたね多分ね。よし、じゃあこの階段はねまた後で利用するんですよ。あの繁殖する場所が上なので、どっちにしろ後で階段を設置しなきゃいけないんですけど、ふむ、あそっか、ここもいいのか、削っちゃって、
2マスハイはキープしておきたいから、ここぐらいは残しておきたいね。装飾をどうやってやるかとかね、あのいろいろ考えることはいっぱいあるんですけれども、どうしようかな。簡単な感じにする？色的にね、なんか石レンガってこのこれとよくコンビで使ってたんですよ、私。ハーフレンガと、あ、ハーフストーンとね。ちょっとここに立ててみようか、ピラー。よいしょ。よいしょ。それで、石レンガを。あ、悪くないんじゃない？うん。これ全部石で、石のあれで囲むと大変なんだよ、多分ね。結構。あ、悪くない、悪くない。あ、いいんじゃないかな。すっきりして。うん、でそこにあれが来るんで、次はあれですね、配線ですね。配線をどうしようかな。ちょっとよいしょ、斧はこんな感じだっけ。あ、いいよ。でちょっとここからカットして、ここをきれいにしますね。よし、終わったぞ。きれいになりました。雨が降ってて申し訳ない。ということでですね、後で周りを装飾するとして、とりあえずどこら辺にボタンが来たりするのかを考えた方がいいな。ボタンをどうしようか。ボタンの位置としてはね、そうね、そこにあるんだよね。そこか。そこにあるとしたらだよ、ふむ、ここにボタン設置しちゃえば早いんですけど、まあ、悪くないか。こことここにしようか。レッドストーンを出しまして、レッドストーンここだね。でそうするとここにリピーターが来るんですが、その形だとここからだとダメだな。ここだね。ここに置けば、カチッと OK。まだ直接のラインはつながったので、そうしたらですよ、今度はディレイさせる回線をどう引っ張るかなんですが、この形だとどうかな。ここかな。あー、でもそうすると上のあれが回線が引っ張られちゃうな。うん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 。まあ伸ばしちゃうか。じゃあしょうがない、伸ばしてこうしようか。で、ここ開けてピストンで砂を置いて、リピーター設置。それでどうやってつなげようか。ここでこうする。これでいいか。あ、でもコンパクトになったね、結構ね。 OK、 じゃあつながりましたね、これでね。で、あとはマグマ入れる。で、水を入れれば OK ですけど、水は OK ね。じゃあこれどうしようかな。もう1マス広げないとダメですね、全部隠すためには。うん、さて、内装はこんな、外装はこんな感じにしましたね。結局なんか石だけだと寂しいし、木を外にして中がレンガだとおかしい、石レンガだとちょっとね、色合いがおかしいので、薄い色持ってきてバランス整えました。ということでですね、ちょっと使ってみたいと思います。まだね、牛さんが下に溜まってないので、それも繁殖をしなきゃいけないですね。繁殖はボタンを押して上に上がりの、ここで、いっぱい産んでもらうと。新しいお家で、これはお家と呼べるのどうかわからないですけれどもよし、ここに入ら間違って入っちゃわないように、ちょっと仕掛け作っておかないとダメですね。よし、じゃあこれぐらいで OK かな、多分。もう大丈夫そうですね。よし、でここに置いておくと。30個ぐらい使ったってこと、30匹ぐらいいるってことですね。すごい騒ぎになってる。やっぱり取れるようにした方がいいかな、これ。じゃあここ壊しちゃえばいいんだよ、多分。それでこうすればいいんだ。ちょっとバランス悪いけど、 XP そこに溜まってるとね、なんか気に入らないので、
こうしましょうか。OK。ちゅうことでですね、今押しても、1マス以下の単位しかないのでね、あの羊さんも、あ、羊さんじゃない、牛さんの子供は燃えないんですけど、うん、それが大人になった時に倒せるということですね。ということで、まあ、今回はこんなものを作ってみました。さて、巻末特典といたしまして、動画の中でご紹介した、牛さんの農場を非常にコンパクトしたものの作り方をね、ご紹介していきたいと思います。動画の中でね、ちょっと以前に違うクリエイティブモードの方で紹介した、牛さんの方のね、ステーキハウスはもうちょっと大きかったんですけど、あれ見栄えをねちょっと重視したのでああいう形にしました。で、こちらの方はねコンパクトにしたつもりなんですけれども、結構ちっちゃくできたんじゃないかなと思います。まあほとんど同じですね、気候は。左側の、ちょっと1段、2段、3段かな、3段上に登ってるところにマザーとなる、ね、牛さんたちがいて、その横にね、ここですかね、この奥に、水が入ってるディスペンサーがあります。でこっち側の、子牛が成長するところですね、成長するところの横に、マグマが入ったねディスペンサーが用意されてます。でこちらのボタンを押すと、マグマが排出されて、こちらのボタンは、水がね、出て繁殖するという形になります。で、繁殖する前にこのボタンを押して、上にはしごで登って、私はしごあんまり好きじゃないので、階段にしましたけれども、これはコンパクトにするためのはしごにしてます。で、小麦を手に持ちながらここでね、やれば今ね、いやなってますよね。ちょっとさっき繁殖させちゃったんであんまりハート出ないですけれども、うん、全然繁殖は可能なので。で、1マスのスペースを取ってるんで、子牛は下に落ちます。今子牛下にいますよね。うん、子牛は下に落ちていく形で、これを閉じるということです。たまに残るやつがいますけど、これをね、2マスのところ、この繁殖スペースを2マスにして、そこの奥から水を流すと、すべての子牛を落とすことができますけど、この形だと、残念ながらね、子牛がたまに残ってしまう。まあ、私はそこまで気にしないので、いいかなと思いますが、うん。それでちょっともうちょっとワイドにして、そのスペースを2個にすると、うまくいくんじゃないかなと思います。すべてのね、牛を押し流したい場合は。で、あとはですね、ここに、ラージチェストを置いて、その横、この牛さんが立ってる下のところに、なんだっけ、ホッパーが置いてあって接続してあります。なので、全て燃やしたアイテムは、ね、消失する前に、そこにもね、今ちょっと見えないですけれども、ここに看板が設置したって、頭の高さしか、溶岩が当たらないようになってます。なので子牛が紛れていても、今お見せしますけど、ボタンを押してね、子牛は1マス以下の高さしかないので溶岩に当たることはありません。なので成長する前の牛はそのまま残るという形ですね。で、そこにあるものはどんどんホッパーに吸い込まれて、ここにしまわれるという形ですね。ということで、まあずっと上でね、小麦を大量に持って、ずっと水を出しっぱなしにして、ここでずっとこうやっててやっておけば、もう何百匹も増える感じですね。 AFK、なんかちょっと映画見てくるって言った前に押しっぱなしにして、ほったらしにしておくと、ここにめっちゃ溜まってるってことです。はい、ということも一応可能です。でこのコンセプトにたどり着く前にね、私こういうの作ってるんですよ、一個。これはちょっとスモール、小さく、これでも小さくした感じですけど、前はもっと広大なでかいものを作ってたんですね。このはほとんどコンセプトは一緒なんですけれども、牛さんをローテーション、水でねローテーションさせてぐる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 回ってるわけですよ。でここで立って、まあこうやって飼育させるわけですね、押しっぱなしにして。でそうして、できた子牛はどうなるかっていうと、さっき言った1ブロックのね高さ以下なの、高さ、大きさしかないので、生まれた子牛さんたちは下に落とすようにねギャップを設けて、水をね看板でせき止めて、大人の牛さんは外に出られないんですけれども、子牛だけ外に下に落ちるようにして、真ん中に集めて向こう側に行くと。ただこうすると施設の規模が極めて大きくなってしまうので、うん、ここにね、そこから流れてきて、ここに子牛さんたちがたまって、ここで成長するわけですよ。今もう1匹いますよね。でこれボタンを押すと、
クックができるよと、調理ができて、向こうと同じシステム入れてます。で、下のチェストに溜まりますよという形になってます。ただこれはね、ちょっと規模がでかすぎるので、あんまり私好きじゃなくて小さくできないかと考えてたんですけど、まあこの1マスハイを使うとこれぐらい小さくできますよという形です。ということで、実際に作っていきたいと思います。さて、実際に作っていきたいと思います。あのオレンジのところにチェストがはまります。赤のところホッパーです。緑色のラインと青色のラインに分かれていて、先ほどお伝えした通りね、あっちの溶岩が入っているディスペンサーには2回のオンの信号が必要なので、2つのラインで分けております。あの緑色の方が直接つながって、青の方はちょっとディレイね、遅れてつながるようになるというふうに思ってください。で、最初はですね、チェストとホッパーからはめ込んじゃいましょう。チェストがないぞ。チェストをはめ込んじゃいましょう。あら、ごめんなさい、どんくさくて。チェストどこ行った？チェスト入れますね。チェストでしょ。で、赤色のところ削ってもらって、ホッパーを、ね、チェストに向かって設置します。で、こんな感じですね。はい。で、そしたらですね、まず子牛が、滞在する場所を作っちゃいましょう。ここ緑色のね、回線なんですけど、その上に重ねちゃって結構です。そうしたらですね、ここの上に、ディスペンサーを設置します。こんな感じですね。はい。で、その下のところね、溶岩が下まで垂れないように看板を設置します。こんな感じです。はい。で、そしたらですね、ここを、ここにも柱が立つので、こんな感じですね。よいしょ。こんな感じで、積み上げていってください。で、こっち側もよいしょ、同様ですね。ここは、2マス牌ですね。ここ子牛がたまるスペースは2マス牌で、親牛たちがここにたまります。この上ですね。この上、この上にたまるんで、ディスペンサーをこっち向きで設置してあげてください。いいですか。で、そしたらですね、もう親牛たちがたまる場所もできてしまったので、こんな感じでサックで囲みます。で、今のままだと、ね、親牛たちも下に落ちてしまうので、ここにギャップ作ってあげてください。いいですか。こんな感じです。親牛たちは1マス以上の高さ、子牛たちは 1マス以下なので、子牛たちがこっちに流れてこっちに落ちてくるということです。で、水が下に流れてきちゃうので、ここにも看板を設置しておいてください。そうすると、水は1マスで止まって、繁殖するときにぴょん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 ジャンプするだけというふうになります。で、お好みに合わせて正面の、方は変えていただいて結構ですけども、私はここにガラスを設置して、よいしょ、こんな感じかな。こんな感じで、置いておくっていうのもありかもしれないですし、親牛もよく見えた方がなんかいいんじゃないと思われる方がいらっしゃいましたら、こういう風にしても OK です。はい。で、外観はこれで終わりですね、もうほとんど。で、はしごを最後に設置する、建物というかピラーを立てて、ここにはしご設置しちゃいましょう。はしごはどこだっけ。あったあったあった。はしごを、看板はもういらないからはしごにします。で、はしごをつけて上まで上がれるようにして、これで一応繁殖するところは終了です。で、よいしょ。今のままだと今2マスハイなんですよね。で、ジャンプ、水でジャンプできるんでちょっと怖いんですよ。あの、たまにね、なんか知らないけど逃げ出すことがあるんですね。なので、ここによいしょ、鉄格子をね、つけておくと、ジャンプしても逃げられないのでちょうどいいかなと思います。で、ここは上はこれで終わり。さあ、私はね、向こうにチェストを入れてね、いつでも、もう置いておけるようにしましたけど、まあ、それはお好みに合わせていいと思います。はい。で、一番難関はね、この上のところにマザーとなるね、あの母なる、牛さんたちを集めるのが大変なんですけど、ここに階段設置して、あのこう小麦をね引っ張りながら、こんなんでいいんですか。こんなんでちょっと、まあ時間かかるかもしれないですけれども、こういう風にやって小麦持ちながらぴょんぴょん飛びながらね上に行って、ここをね壁を作って普通に押してあげれば、ここを閉めて、ここ開けてね、開けておいて、ここに壁作っておけばね、そんなに難しくないので、
って、こっちによってここの穴に牛さんが落ちたら、私自分で押すという感じでいいと思います。はい、そしたらそんなに時間はかかんないです。よし、ちゅうことで、はい、ここはここまで大丈夫かな。よいしょ、そこのね、難関の箇所があるので、すいません、ちょっと夜になっちゃいましたね。どうするんだっけ、タイムセット、ゼロだったよね、確かね。よし、 OK ってことで、続きをやっていきたいと思います。後ろに来ていただいて、まずはね、ちょっとアイテムがない。よし、 OK かな、これで。あとはいらないよね。よし、でまずは直接つなげちゃうね、ボタンを、ボタンをつけてないのがまずそもそも、すいません、段取りが悪くて。ボタンは、こことここですね、こことここにつけて、そこのボタンを押せばもう自動的に動くんですよ。これはもう後ろにあるんで、ディスペンサーはね。で、水を出す回路はいらないと思ってください。問題はこっちですね。こっちをどうつなげるか、どうつなげるかなんですけど、ボタンがね、もし下の方がいいやと、下にあった方がなんか見栄えがいいとか言うんだったら下でもいいですし、今回は2個重ねて作りますけど、よいしょ、でそれで、緑の羊毛を出してここに置いてください。レッドストーンパウダーで、そしたらですね、そのまま、ここにこういう風につなげてもらって、レッドストーンパウダー2つ出します。でリピーターをこのブロックに向かって置いてください。でそうするとこのブロックまでパワーが来て、ブロックを通過してこのパウダーにね、パワーを送れるようになりますので、これで一応溶岩を出す機構はもう終わりです。今反応しましたね、ピコンって言って。で次はね、ディレイさせてここに送る回路なんですけれども、それにはピストンと、レッドストーンあるから OK で、ここからなんですけれども、レッドストーントーチがないな、今度は。よいしょ、レッドストーントーチを出していただいてですよ、よいしょ、ここに設置します。そうするとボタンを押すとこのレッドストーントーチも一緒にオフになります。はい、でそれを利用します。で、1個流してもらって、リピーターをここに置きます。リピーターですよ。はい、で、ここ1個削っていただいて、ここにピストンを埋め込んじゃいましょう。こんな感じで、ここのピストンの次のところにもリピーターで、最後にレッドストーンパウダーを置いて、で、一番最後に砂を、置いて終わりになります。よいしょ、砂を置いてね。で実際動くかどうかを見てみましょう。溶岩のバケットがないので、それを準備します。よいしょ、砂いらない、水入りバケツもいらない。あ、水入りバケツがいるんですよね。水入りバケツ、はい、で、ここに、溶岩を入れまして、でこっち側に水を入れます。よいしょ、で、まず水が動くかどうか、はい、 OK です。で水はね、自分でもう一回押さないと、どれぐらい、繁殖に時間かかるかわからないのでね、繁殖が終わったらまたオフにすると。で、こちらなんですけども、ちゃんと切れますね。ボタンを押して溶岩が出て一定時間で落ちると、自分で消えるという形にできたと思います。まあそうですね、でっかいやつ作っても私良かったんですけども、まあ、コンパクトの方がね、見栄えもいいということで、今回はねこんな感じでご紹介させていただきました。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。